今日も板橋の朝は早い。またいつも通り酔いつぶれてどこにいるのかもわからない。ここは板橋の路上。このあと厄介で景気のいい一日になろうとはまだ知る由もない。何やってんすか。風邪ひくっしょ。こんなとこ寝てたら脱ぎましょう。ちょっといろいろ用意してあるんで。ちょっと道吉くん、マジ風邪ひくっすよ。ちょっと何してんすか。俺何してんですか。じゃないよ本当に。何やってんすか。風邪マジ雨降ってひくっすよ本当に。いやー寝坊しないように。ちょっと行きたいとこは寝坊ずっと寝てたんすか。ずっと寝て待ってる。いやでも帰るよ。いや用もないでしょ。これでいや帰るよ。直したの帰らせてくれって言ってるんですか。いや、あの今日ちょっと企画したことあって、はいはいはい、でもいつも行きません。いやもういつもお世話になってるんで、あのちょっと慰安旅行的なのも行こうと思ってるんですよ、あれで。あれ、いやワーゲンこんなでかかったっけ。違う。すごいねこれ。ワーゲンじゃないのいつもの。これもいつものワーゲンについてなかったけど。気持ちだけでも。気持ちだけでも。俺も飲んで。ちょっとこっちです。狭いっすけど。狭いの本当に。すいません。おい、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 お